はい、こんにちは、僕です。ハッピーセイントシアオル、ちょっと久しぶりにね、プレーンを再開していきたいと思います。ちょっと待って、前回までの内容はあんまり覚えてないんだよな。ちょっとまた別途動画で自分で見返そうかな。私の不神経な指導が兄弟に災いを呼び起こしてしまいましたね。昨日怪我したことか。そうだ、ペリアルになったんだ。俺の質問の答えを考えているのか、それとも他の理由があるのか。彼女はしばらく返事を後回して、両目をゆっくりと瞬いた。返事を後回しにしてね。はい。司教様って返事が遅いんだよな。あんまりハキハキ喋られても困るんだよな。さっきは考え事をしておりました。どんな？私は普段すべての兄弟を見張りながら、個人的にどんな面談をすべきか全部考えておきますが、やはり言葉というのはいざ持ち出す時が来ると整列されないものですね。緊張したように言うね。嬉しいです。言葉が伝えられることが。とにかく俺に言う言葉を選んでいるようだ。お加減はいかがでしょうか。大丈夫、痛いところもないし平気だ。よかったです。先ほど反応が遅かったのは他でもなく、兄弟が我々の部署になかなか馴染めてないではないか心配になりまして。あれはもう気にしなくていい。馴染めなかったのは俺のせいさ。一向に馴染める気配ないですよね。司教様が無神経だったわけじゃないから。どうせもうすぐ一週間目だろ。一週間目っていう言い方はあまり聞かないな。そうですか。7日目みたいだね。その話かと思った。気分が沈んだ同時に気が抜けた。俺も彼女も今更何かを変えるにはすでに手遅れだ。彼女は少しの間、もごもごと口ごもって悲しげな表情をした果てに、俺の前に一枚の紙を突き出した。部署移動に関する書類だった。事故がありましたが、編入は異常なく進む予定です。兄弟？これ。今日まで出すのか。ああ、明日までに考えてみますか。頼む。いえいえ。自分の行動を変に思いながらも、俺はその紙を受け取った。自ら悩めることでもないのに、何をするというのか。兄弟は、普通に喋っちゃった。兄弟は、今日お休みのはずなのに、どうしてわざわざここまでいらっしゃったんですか。え、今日ここに来た理由。そりゃ、俺はすぐ答えようとしたが、そうできなかった。さっき言った通り、体も丈夫だし、ここにいられる時間もあまり残ってないし、その、マヤも心配で。ペリアル兄弟は、お優しい方なんですね。皆さんが、ご親切を交わされる姿を見ると、私はふわふわな気持ちになりますよ。優しいか、俺は心の中でせせら笑った。彼女への嘲笑ではなく、自分自身を嘲笑ったのだった。これまで生きてきながら、一度もそんなことを聞いたことがない。親切だならともかく、優しいって甘くて、隙が多いという意味ではないか。俺の人間性がどれだけ崩れ、心はまたどれだけ弱くなったか実感される表現だ。俺にとっては彼女こそ優しい人の見本だ。背を持たせかけた椅子を机に近づけ、潜めた声で聞いた。司教様はどうして間が持ちになったんだ。ペスティス持ちか。それは、私が幼かった頃を犯した罪を天が取ったからです。しかし私にはその記憶がございませんので、この世を
毎日お許しを求めているのです。驚いたな。こんなにさらりと言うとは思わなかった。空いている隙を突こうと思ったが、どうやら彼女には事実を内緒にする意思はなさそう。今まで彼女に持っていた疑念と懸念が一瞬で顔負けになる瞬間だった。罪は覆われてはいけませんので、いなくなった罪を一つ一つ打ち明けることは個人的な趣味ですよ。得るのがなきゃ趣味じゃないんじゃね。秘密は人に尖ったトゲを作るんですよ。精錬による美しさが私の誇りなので、俺、司教様を理解するのはやめとこうかな。国会は理解されるためにするのではありません。お許しを請うためするのです。理解できないのにどうやって許されるの？自らの罪をご存じていながらも相手に理解を求めるのは人の傲慢ですよ。しかし神は人類に許しを得るため変身する機会も共にくださいました。司教様は本当に不思議な人だ。言っていることの中で理解できるのは何一つないのに、全ての点で彼女という人間がエーズル。こんな人間性は無知から生まれ落ちるのだろうか、それとも逆。とにかく彼女は人間として全てが苦手な人だという気がする。人を扱うのも自分を扱うのもまだ苦手なものだ。そこで謎の信頼が芽生えた。それは憧れみたいな、哀れみたいな奇妙な感情だった。はあ、おかしいですか。でも妙に信頼できる。いろいろありがとう、司教様。わお、この上なく嬉しいことです。私自身が親切にされてもまたふわふわな気持ちになります。司教様のセリフを読むのちょっと疲れてくるんだよね。軽い挨拶とともに部屋を出た後、一度袖の匂いを嗅いでみる。死体の匂いがしなかった。洗濯がよくできた証拠か、それとも、匂いが落ちてる。あれ、なんで作業場に来たんだ。作業場、誰かいるんですかね。遅れて足を運んだ作業場、そこにマヤがいた。本当に俺を待っていたようだ。口では何度も謝るも、俺を待つため足止めになっている彼女を見るのはなぜかとても安心できる。一人前になったことで仕事の負担ははるかに減り、俺たちは二人とも早めに神殿に戻った。黒ずんだ袋を荷車から運んでいる途中、火がついていなくてまだ真っ黒な火鉢を見ていたマヤがふいと言い出した。エル君、もう機嫌治った？マヤと一緒にいたらすっきりした。本当？俺はマヤにいつも本当のことだけ言うよ。もうすぐ部署移るよね。エル君がもうひどいことに会わないといいのに。いやー、マヤにまでそう思わせたなんて恥ずかしいな。周りの不幸を見るのは嫌。私、何もできないから。本当に恥ずかしいな。袋は重たい音を立てて穴に落ちる。火のついた火鉢からはすぐカビ臭い煙が立ち上り、視界は橙色に揺れた。俺たちはしばらく静かに人の骨片が火の中でポチポチと灰になって燃えるのを見守り、やがて他の場所へと足を運んだ。どこにいるんだ。あれ、今時間的にはまだ日中なのかな。上下部事務室帰ってきましたね。キュウ君、おはよう。え、これはなんと、シーキュレット補佐教が俺の挨拶に付き合うとは。変な反応するなよ。静かな部室に一人で座っていた彼は書類を何枚か手に持っている。彼と話すとき、いつも感じた気まずさが今日はない。お互い少しくつろいだだけなのに、一日で人との関係がこんなに変わるとは滑稽だ。
朝はいなかったのに今来たのか。お使い、君は肝心にも仕事をやり遂げたようだね。理由はマヤ。いや、司教様の面談のついでにたまたま手伝ってあげただけですが。そういや、そろそろやる時期でもあるね。何も聞かないんだな。何が？いや、前似たようなことがあった頃は司教様の話で騒がしかったから。そんなの興味ない。なるほどな。別に悪いとは言えないけど、たまには人に関心を持つのはどう？人の秘密を暴くのが嫌なだけだよ。いやー、司教様と真反対なこと言うな。面白い。そんなこと思っちゃっただろうね。まあ、じゃあ人の話を聞くのは別にいいけど、こいつなら人の秘密をむやみに言わないだろうな。そんな友達もいないようだし。お前暇？言いたいことでもあるようだね。ちょっと待ってて。ああ、キュウ君が付き合ってくれるね、話に。俺の後ろのドアノブをすっと引いて、司教室に入ったシーケレットは、何分か経つと、入る前よりさらに多くの書類を持ち出した。その格好に短く簡単すると、ドアを開けている間にも髪に刺さっていた彼の視線が、一時俺の方に向いたところが、ついてこいっていうよう席を移した。彼と向かい合って初めて頭に浮かんだのは朝のことだったが、すぐ考えをやめた。いくら同性だとしても守るべき距離があるから。俺は言葉を選んだ果てに、この間ずっと感じていた窮屈さについて相談することにした。この間じゃないな、この間か。集中力が乱れ、理性を意識してしまう感覚。相談とはいえ、真面目な答えを望んだのではない。少しの共感や、あるいは大したことない悩みへのからかいを想像したが、どうやら相手を間違ったようだ。真顔で早めに書類を置いといた彼は、俺の話が終わった後でも深刻な顔で考え込んで俺を決まり悪くしたが、やがて何が思い出したのか姿勢を正した。君、マヤのこと好きだよな。言い出したのはとんでもないことだった。やはりこいつはあまりにも軽く、また鋭く俺の隙を刺す。あまりにも驚いたせいか、反省の言葉を見つからず、すっとんきょうな俺に彼は話を進めた。僕が手伝ってやろうか。はは。他の人でもなく、彼からこんなとんでもない発言が出たなんて、誰か聞いたらきっと大笑いしただろうが、俺はとても笑えなかった。驚いた顔も隠せず、無理やり焼き付けられた刃を抜けてもないまま、その新たな感情にこんがらがっていた。俺はマヤのことが好きなのか？俺にも好きな女の子ができたのか？他人にとっては当たり前の事実に俺は孫つくだけだった。彼女のことを思ってみる。彼女と一緒だった時感じた不自然なときめき、らしくない動揺。俺は今日彼女が心配だという理由だけで職場に出た。俺の反応が予想外だったのか、静かにしていた彼がため息をついた。自覚がなかったって逆にびっくりだな。君って本当に好きなものからはそうやって逃げてしまうんだね。でどうしたいんだい？俺は、選択肢か。俺は天使を探している。俺は幸せになりたい。俺は彼女のことが好きなわけではない。俺は天使を探している。あ、でもマヤが好きっていう選択がないんですね。ストレートにね、遠回しななんか表現はあるけど、俺は天使を探している。俺はマヤを幸せにしてやりたいんだ。なんだよ。いや、みんながそう思ってるだろうなって思って。まったく素直じゃないやつ。心で舌打ちをしていると、彼は書類を持って席から立ち上がった。つい忘れていたが、まだ午前中だ。まだ午前中か。彼は今日も忙しそうだ。ところが立つ前、忘れたものでも思い出したようにふっと立ち止まった。
この話、もしかして僕以外の人にも言った？いや、そう。え、なんだろう、付け足すような質問。俺は何の疑いもなく事実を話す。外へ出る彼は妙に喜んでいそうだった。みんなが出て行った部室は、まるで最初から空いていたかのように静かだ。部室にぎっしり詰まっている机と椅子。日陰の中でさらに暗くなる影。風一つ吹かない息苦しい空気。みんな、この鶏小屋の中でよくも々と暮らしているもんだ。なぜか、今日で最後かもしれないという漠然とした不安が押し寄せる。彼女に会わなければならないという確信ができた。頭の中に浮かぶ彼女を。じっと背中を持たれていると、だんだん眠気が差す。俺は気を引き締めるため、席から立ち上がった。ここの静寂は永遠ではない。長く居座っていれば、また誰かに笑われるだろう。どこに行くんだろう。今日は仕事をしなくていいんだね。さて、どこへ行こうか。選べるんだ。あれ、訓練場しかないじゃん。訓練場にね、行きたいなんてちょっと思ってたんだ。なんだっけ？あれ、名前がもう思い出せないんだけど。彼女は、毎日人の暗鬼を気遣い、より多くの人の話に耳を貸したがる成人であるが、自分の視界の外で何が起きているのかは知らない。彼女の綺麗な耳と目を汚さないように、数多くの司祭たちが努力した結果だ。あの努力のせいで、彼女の世界はさらに縮れて、俺の入った浄化符のうちの事故についても全く知らなかった。頭が複雑になった。もちろん彼女にこんなことを伝えたくないのは俺も同じだが、いずれは気づくものではないか。彼女は賢くて、思慮の深い人だから、いつか俺の元に気づく日が来るだろう。俺は長い時間それに恐れていたが、だんだん好奇心のような奇異な本能が感じられた。もし彼女が俺の全てを知ってしまっても、まだあの清くて清廉な目で俺のことを受け入れてくれたら、俺はまるで神を見初めた聖天の人間のように膝を屈し、彼女の手の甲に尊敬と光栄の口づけでもすべきなのか。いるかな。名前が思い出せないんだけど、今ずっとセリフを読みながら思い出そうと思ってたんだけど思い出せませんでした。まあ、道部の建物の前に来たことまではいいが、早すぎたせいで扉を開くことに戸惑ってしまう。他の人はまだ仕事中の時間だし、魔道部の司祭たちはいつも忙しい。今は人でいっぱいか、誰もいないか、このどちらかだろう。ためらいながら入った訓練場は比較的に静かだったが、人がいないわけではなかった。最初に一人の気合の声と足音が聞こえたが、広い訓練場の中で響けずにすぐ霞んでしまった。そういう声が一度二度と続いている。アルネーは、アルネーだ。アルタナータ。だっけ。アルネーはあの三人か四人の司祭たちを見守っているように立った。動作を察することに集中しているのか。最初は腕組みをしていたが、すぐ俺を見つけたことに驚いて肩を震わせた。エル兄弟、なぜこんな時間に。実は仕事をちょっと早めに切り上げたっていうか、昨日事故に遭っちまっただろ。それのせいで今日休みもらっちゃってさ。そうですか。外においでになられても大丈夫なのですか、お怪我は。昨日姉さんも見ていたからわかるだろ。全然平気だぜ。休んでるのが申し訳ないくらいでさ。安心いたしました。安堵ね、安堵いたしました。アル姉さんこそこんな時間に何してるんだ。司祭たちの個人講習です。魔道部は団体活動を重視しているため、時たびこうやって何人かの司祭の士気が落ちたり、動きに隙があるなどすると優先して鍛錬を行っております。でも仕事の時間だよな。自身を磨くことは業務の遂行よりも重要です。私たちは他人の力になることで、
さらに良き世界を目指すため使える身ですので、まずはその体を極上の状態へと磨きを入れる必要がございます。それで他の司祭たちもまた心よくお手伝いしているのです。へえ、処理班の風景を思い出すと思わずため息が出てしまう。いいな、上下部の司祭たちもそういう精神見習えばいいのに。他人のためって思える精神をさ。兄弟は私の力になってくださっているではありませんか。いや、そうだとしても俺一人は意味ないだろう。すべての事柄に始発点が必要でございます。兄弟がそれを望み、その精神を大事になされるのであれば、間違いなく他の方々もそれを理解してくれるでしょう。その精神が羨ましいんだって。散らばっていた司祭たちがちらほら集まって頭を下げる。初めては挨拶を受けることが多少怪訝だったが、状況さえ分かってしまえばそんなにおかしい風景でもなかった。俺がバルネ・アルタナータの婚約者ということを遅れて聞き、礼儀正しくなったってことだ。それは魔導士の歴史に反旗を翻すことと違いなく、彼たちにもそれぞれの家紋があるはずなのに、手放しで敵意を見せていないってことは、おそらくあの司教の能力の卓越さだけではなく、彼女の人徳も結構関わっているだろう。じゃあ俺はそろそろ帰るぜ。邪魔せるのもあれだし。あ、ちょっと少しお待ちいただけますでしょうか。ん？その服、普段の衣服ではございませんね。そうだな。まあ昨日あんなことがあったんだし、その服は姉さんが持ってるのか。はい。綺麗に洗濯を行っておきました。だから、もしよろしければ、鍛錬が終わるまで少々お待ちいただけますでしょうか。どうせ着れる日もあんま残ってないしな。でも、そのままにしとくのも変だし、そうしとくぜ。すぐ終わりそうか。はい。今日は速度の調子がよろしいので、さほどお待ちになられなくてもよいかと。じゃあ応援してるから頑張れよ。速度の調子って何ですかね。はい。凛々しい答えをした彼女はさておき、壁側に立った。広すぎた訓練場では壁まで歩くことも結構の苦労だ。冷やかな壁に背を寄せていれば、徐々に足から力が抜ける。大きい窓からは涼しい風が吹き、軽くなる死体たちの声は、ひときわ遠くから聞こえそうになった。しかし不思議なことに、姉さんだけははっきり目に入る。白い服に飾った金の装飾のせいか、それとも長く垂れた黒髪のせいだろうか。俺の住んだ故郷にもあれくらいに髪を生やした女性は多くいた。粘つく夏が来るところになれば、彼女たちは自らの長い髪をかき乱して、邪魔らしい髪を結い上げたりしていた。彼女も自分の長い髪を管理するのに苦痛を感じる日があるだろうか。州都の夏は寒く、極夜である今は太陽さえも見えない。州都に来たばかりに見た真っ暗い空を覚えている俺は、州都の暑さを知らない。だから彼女の経てきた年月の中に暑さということはどんな形をしているのか全く知らない。彼女の経てきた年月の中で暑さというものがどんな形をしているのか全くわからない。っていう風に書いてあるんだと思うんだけど、ここの文章がちょっとわからないな。天井を見上げたら光があった。初めて出会った日、彼女に背を向けさせられた光。確かに太陽とは似ているが、結局人工のものだ。湿度は快適で、熱気さえも感じられない。彼女に本物の太陽を見せてあげたい。暑さに苦しむ姉さんは想像がつかないが、きっと平気にある女性たちと同じく、髪を結い上げるだろう。生まれて初めて感じられる熱気に、まるで子供のように感嘆するだろう。共に必死に影を探しに迷い、まるで瀬戸物の顔に滲んだ寒滴を拭き取っては、並んで冷たい水さえ飲んでいれば。瀬戸物っていうものがこの世界に存在するんですかね。それだけで十分楽しいはずなのに。パン。朦朧な精神の中で聞こえてきた鋭い手のひらの音で、はっと目を開いた。
どうやらその間眠ってしまったようだ。兄弟？焦点が合わなくてぼやけた世界で彼女が話しかけてくる。まだ人工の光を受けながら立っている姿はさっきの夢に比べれば薄暗く見えていた。が、終わったか。はい、お待たせしてしまい大変申し訳ございませんでした。お疲れの様子ですね。大丈夫ですか？大丈夫。ほんのちょっとうとうとしてただけ。朦朧な頭を撫で上げて周りを見渡すが誰もいない。完全に声の消えた訓練場は二人きりでいるには広すぎると感じられる。他の司祭は仕事に向かったのか？けなげにも。なんか申し訳ないな。姉さん、本当に仕事行かなくてもいいのか？僕なんか後でも。今日は兄弟に何があってもお伝えしなければならないことがあります。そのためお時間をいただいたのです。何の話？私にはとても大事なことです。とりあえずわかった。そのまま体を起こし、彼女の前に立ち上がった。まだ夢の風景が目の前にチラチラしている。といったところで、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。ちょっとね、なかなかね、中断するタイミングがね、つかめなくて。一旦この辺で今回は終わりにして、また続きはね、いずれ次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。